カードウェビープロモーションプレゼンツスラックフェスト2、本日のオープニングカード第1試合スーパーフェザー級4回戦を行います。アカトは129パンド2分の1カバミ宝石ジム所属、本日プロデビュー戦吉田プロデビュー戦ラカラベソロ、ジャッジ曽根道明、同じく福士裕二、同じく飯田哲也、レフェリーお金はたける。吉田優也、門入り宝石事務所の1988年3月生まれ、愛媛県松山市出身。対します青コーナー渡辺総、渡辺事務所の
1999年4月生まれ、山形県酒田市出身。リング上両選手ともに本日この試合がデビュー戦です。2回目Now round two.ただいまのレフェリー岡庭武尊がダウンオリノーカウントでこの試合をストップしたテクニカルノックアウトタイムは2ラウンド20秒 TKO 勝ちにより勝者青コーナー渡辺総選手、デビュー戦 TKO 勝利でございます。